では10レース準決勝1着で勝ち上がりました岐阜の山口健也選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、最初なんですけども、まあ、中段からになりましたけども作戦はどういう作戦でしょうか。関東が後ろになると思ってなかったんで、僕は後ろか車番順かなと思ってたんで、そこからちょっともう作戦が違いましたね。理想はその関東勢の後ろに、というよりはまあ一番後ろ以外って感じでしたね。まあ、吉田選手、山口選手が、玉野選手が叩きに行って、まあ、一本棒になって郡司選手が最終コーナーに行ったと思うんですけども、あそこはどういう風に見えてましたか。あそこ郡司さんにもうちょっとぴったりついていけばもっと楽だったんでしょうけど、ちょっとハイピッチでちょっとだいぶいっぱいでしたね。あと昨日に引き続きしっかりまくっての一着ということで、状態面はいかがでしょうか。まあ、今までの中ではフレームもしっくりきて悪くないかなと思います。やっぱ前半戦は少しやっぱり納得のいかない成績で、まあ、宮杯は志田選手の前後、はい、やっぱ前を回るかまで言えないっていうふうに言われたと思うんですけども、はい、今そこと比べるともう状態はいいという。状態は変わらないですか。自転車変えただけなんで、うん、まあ、その差かなと思います。わかりました。まあ、この後はその中部勢はもういないと思うんですけども、はい、明日の決勝に向けて意気込みをよろしくお願いします。またちょっと関東をたくさん上がってハイピッチなレースになりそうなんで、まあ、隙逃さずに自分のタイミングで仕掛けられればなと思います。短期戦になるとは思うんですけど、短期戦としては得意なイメージがまだありますか。得意、最近全く勝ててないですけど、でやっぱりいい時は短期でもスパッと勝って、そうですね、まあ、そこのイメージも徐々にまあ良くなるようにって感じですね。わかりました。では、ファンの皆様に一言お願いします。明日もしっかり、まあ、優勝して、悪い波を断ち切れるように頑張ります。応援お願いします。